はい。グルメギャンブラー TV のターちャんマンです。よろしくお願いいたします。はい。本日はですね、えー、ピリ辛冷やし麺特集をやっていきたいと思います。はい。ローソンセブンイレブンファミリーマートさんで買った冷やし麺特集を本日は3つ実食レビューをしていきたいと思います。はい。本来であればですね、あのー、同じ種類のやつを食べ比べをして、 えー、ランキング方式で発表していきたいなと思ったんですけども、えー、セブンさんにおいてね、あの、一種類、えー、同じものがなかったので、えー、今回はピリ辛冷やし麺特集として、えー、やっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは早速、どーんはい。それでは早速ね、えー、商品紹介と、えー、実食レビューをしていきたいなと思います。はい。 まず最初に本日ご紹介する森岡冷麺と、えー、担々麺の、えー、発祥ということで、ちょっと簡単に、えー、紹介をしていきたいと思います。えー、まずはですね、森岡冷麺というのは、えー、まあ、森岡の、えー、麺職人である青木さんという方が、 食堂園というね、お店を開いたときに、えー、ビビン,レンミョンとムルレンミョンという、まあ、要は、あのー、北朝鮮と韓国で発祥された冷麺を、えー、融合させた、えー、ものを作ったのがきっかけで森岡冷麺というのができました。はい。 それでですね、まあ僕が以前、あのー、食った森岡冷麺には、えー、まあ果物がね、添えられていたりとか、いろいろね、オリジナリティがありますけども、今回ですね、えー、セブンイレブンさん、えー、ローソンさん、ファミリーマートさんの中で、えー、ローソンさんとファミリーマートさんのお店で2種類の、えー、冷麺、森岡風冷麺を見つけたので、購入してきました。そこで、 今回は、えー、その二つの、えー、違いや、えー、実食をしてね、実際にどういった味わいかっていうのを、えー、紹介していきたいと思います。はい。それでね、もう一つなんですけども、こちらもピリ辛、まあ、担々麺ですね。まあ、本来であれば森岡冷麺を、えー、購入したかったんですけども、えー、お店の方にね、ちょっと置いてなくて、今回は、えー、担々麺を 購入いたしました。え、担々麺というのは皆さんもご存知の通り、え中国の四川料理ということで、えー、まあ、ひき肉とか、えー、ダーサイを細く切って、あえて作った麺料理ということで、えー、まあ、一般的なものと知られております。それを、えー、日本に来た時に、まあ四川料理人の チン・ケンミンさんという方がですね、ええー、まあ、改良して、まあ、作り方を紹介していき、まあ、各地に、あの、日本、全国に広まっていったと言われております。はい。ということでね、ええー、今回はピリ辛特集ということで、まず早速紹介していきたいと思います。はい。本日はですね、まず、僕がいつも食べています、ファミリーマートさんの森岡冷麺を先に紹介していきたいと思います。はい。 こんな感じですね。はい。卵。そして、きゅうりと、あと、こちらがね、チャーシューの細切りですね。で、なんといっても、特徴的なのが、こちら。まあ、ちょっと見えにくいんですけど、キムチですね。はい。そちらをまずね、食べていきたいと思いまーす。しっかりとね、かき混ぜていきます。んでね、やっぱりこの、スープと、この辛味、キムチの辛味っていうのがまたマッチングしてね、すごく美味しいんですよね。 うん。うん。やっぱりあの麺がね、スルスルコシコシしててすごく美味しいですよね。はい。あとはなんと言ってもこの白ネギのサクサク感と、 キムチの白菜の、このシャキシャキ感。そしてスープの、この酸味のあるね、味が本当に合わさってね、あの、すごく、あのー、スルスル食べれちゃいますよね。うん、僕もこの、毎年この森岡冷麺っていうのがね、ファミリーマートで出てるんですけども、絶対に、あの、購入します。それぐらいすごくおすすめですし、 子供さんとかでもね、全然食べれる辛さなので、またね、皆さんぜひ購入してみてください。はい。そして次は、えー、ローソンさんで売ってた、盛岡冷麺なんですけども、こちらはちょっとファミリーマースさんと違うのがですね、こちらです。はい。こちらね、具材がちょっと見えにくいかもしれないんですけども、あのー、ひき肉。 でえ、こちらがキムチ。で、まあ、卵とキュウリは同じなんですよね。なので、ちょっとね、あのー、ファミリーマースさんとはまた違ったね、あのー、形で、まあまあピリ辛風なんですけども、ひき肉を使った担々麺のようなね、あのー、ちょっとこう酸味のある、え盛、ー、岡冷麺になってるんじゃないのかなと思います。ちょっと食べていきますね。 で、麺の方もね、若干、ロードンさんの方がちょっと太麺っていうかね、ちょっと太い感じはしますね。いただきまーす。しっかり麺をほぐしてね。うん。あのー、まあ。 さんの方はですねどっちかというと、スープは少しファミリーマートさんより酸味がないような感じですね。甘みっていうよりかは、まあ酸味が少ないスープとなってます。それで、キムチとひく肉が、ひく肉、ひき肉がちょっと辛みをね、えー、出していて、まあいい感じのね、融合ができていまして、うん、あのー、 すごく食べやすいのかなと思います。うん。ちょっとキムチがね、少し辛いので、まあ、ピリ辛、まあ、ピリ辛なんですけども、あの、どっちかというと、ローソンさんはファミリーマートさんよりは大人向けのね、冷麺ってなっているような感じですね。はい。ということでね、またあの皆さん、ローソンさんの、えー、この、こちらの森岡冷麺も、えー、またね、あのー、購入してみて食べてみてください。はい。よろしくお願いいたします。はい。そして最後なんですけども、 最後は、えー、まあ冷麺じゃなくて、担々麺ですね。まあ、一応、冷やし麺の、えー、一種類としてね、あのー、今日はね、あのー、紹介させていただきたいと思いますんで、えー、こちらの方になってますね。はい。えー、野菜、まあレタスと、あとちょっともやしのキムチですね、が、え、合わさったものと、あとトマトですね。ちょっと見えにくいんですけど。で、あとは、まあこちらちょっとひき肉。 で、スープは、えー、まあ、担々麺といえばごまだれみたいなね、えー、ちょっとクリーミーなスープなんですけども、えー、そちらの方をね、まあ、かき混ぜて、えー、食べていきたいなと思います。えーと、まあね、食べ方って人それぞれあると思うんですけど、まあ僕はもう、全体的にぐちゃぐちゃにして先食べたいなっていうので、全体的にかき混ぜて食べますのでね。はい、いただきまーす。 こんな感じですね。あの、ごまだれがね、絡み合って、大変美味しくなってますね。うんうん このね、スープ、ごまだれがね、すごく食べやすくて、あのー、キムチのね、辛さとかも、ひき肉のね、ちょっとピリ辛さもね、ほどよく、いい感じにしてくれてますので、すごく食べやすいですね。はい。まあまあ、これからね、ちょっと暑い時期になってきますのでね、こうしたまた冷やし麺っていうのがね、あの、コンビニの方によく並ぶ季節になってきますのでね、また皆さんもね、あの、ぜひ、 あのー、機会があればね、食べてみてください。よろしくお願いいたします。それではですね、ええー、まあ、今週の動画は冷やし麺特集となりますけども、ええー、またね、あのー、どんどん、ええー、こういったグルメ紹介ですね、商品レビューとかもね、していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 それではですね、まあ、本日、えー、動画ご視聴していただきまして、本当にありがとうございます。まあ、次週はですね、えー、まあ、ギャンブル動画を、えー、やっていこうと思ってます。えー、今週日曜日がね、えー、オークスなんで、まあ、来週は日本ダービーということでね、えー、ま、渾身の、えー、僕の予想をね、えー、YouTube で取り上げていきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。 それではですね、また来週の動画まで皆さんごきげんようバイビー